全力少年少女を。 自己紹介をお願いします。4年西森千明です。キャッチャーをやっています。ソフトボールをしていて自分が変わったなと思うところありますかボールをしっかりと投げれるようになったことです。えっと、試合などで心がけていることありますかボールを後ろに逃さないということです。では最後に今後の目標を教えてください。キャッチャーで全部のボールを取ることです。 はいありがとうございました。4年遠藤エミポジションはセンターです。ソフトボールをして自分が変わったなと思うところありますか。運動不足を解消できたところです、えー。試合などで心がけていることありますか。<laughs> ボールを落とさないことですで。最後に今後の目標を教えてください。ホームランです。はいありがとうございました。 4年松永のが文です。ポジションは外野です。ソフトボールをしていて自分が変わったなと思うところありますかキャッチボールができるようになりました。試合などで心がけていることありますかボールを後に逃さないことです。では最後に今後の目標を教えてください。ヒットを打つことです。はい、ありがとうございました。えっと、4年… 安田遥です。守備は外野です。ソフトボールをしていて自分が変わったなと思うことありますか走るのが速くなったと思います。え試合などで心がけていることありますかボールを逃さないことです。では最後に今後の目標を教えてください。ヒットを打つこととボールを逃さないことです。はい、ありがとうございました。長辻英会 4年です。ポジションはセスカンドを守っています。ソフトボールをしていて自分が変わったなと思うところはありますか周りのみんなに気遣えるようになりました。試合などで心がけていることはありますか常に全力です。最後に今後の目標を教えてください。どんな球でも取れるようにしたいです。ありがとうございました。 では監督の自己紹介をお願いします。イガフェニックス監督の西岡ですえと。イガフェニックスはどんなチームとなっていますか、えー、今年は四年生がたくさんいまして、えー、バッテリーの六年生を筆頭に、えー、みんな頑張ってついていっています。えー、まだまだ、えー、基礎からの子がたくさんいますが、来年再来年が非常に楽しみなチームになっています。 今後の目標を教えてください県で一番と言いたいところですがまず練習試合など一つでも多くしっかり勝って最終大きな目標として東海大会優勝や全国大会出場を狙えるところまで行きたいです、はい、では最後にお聞きの子どもたちに一言お願いします。練習するたびにみんなうまくなってます。 えー、練習は絶対に裏切らないんで、えー、すぐに無理できないと言わずに、えー、いろんなことにチャレンジしてこれからも頑張っていきましょう、はい、ありがとうございました。